そう、選抜の方の人は今移動中みたいで、ちょっと私配信ちょっとできてなかったからしちゃわなければと思い始めました。ネタ振りめっちゃ可愛かった。なんかいい感じに、あ、高校かな、なんか知ってます、推しの子今さすごい流行ってるじゃないですか。流行ってる、私はもうずっと好きなんですけど、のルビーちゃんの髪型真似してみました。指短いからわかる？これね、実はヘアピンをつけてるんです。かわいい？ルビーちゃんで調べたら多分出てくると思うんですけど、かわいい。これ なんていう髪型なんでしょうね。ってことでコーラ飲みます。おいしい。ワンツインみたいな、ワンツインじゃないや、ワンテール、なんかハーフツイン、ハーフツインだからハーフじゃないテール、お、難しい、わかんないや。ちょっと眠たすぎてカフェイン取りたくなっちゃいました。そして皆さん、ハーフサイドポニー、あー確かに。あ、そしてね、 CD お渡し会ありがとうございました。楽しかった楽しかったね、テロップ付けよう。まさかさ、まさかのまさか発売日当日にこういう風に AKB48 のね活動で CD を渡しすることができてめっちゃ嬉しかったです。ちゃんとお手渡ししました。なんかどんな風にやるのかなと思っててなんか個別でやるのかなと思ってたんですよ。そう、個別でやるのかなって思ってたから、実は先輩方とね、セリカさんとカオルンバさんとチームエイトさんの先輩方とだったから、チームエイトさんのファンの方もグッズね身につけてたりし、ま、いらっしゃいました。私もチームエイトさん好きだから一緒だって思いながら、あら、よしみつさん、タコ10個ありがとうございます。ゆぷさんありがとう、大地さんありがとう、あ、だいりちゃんありがとう、おじやさんさん、こうきさんありがとう、あ、いにちゃんお疲れ10個ありがとうございます、ありがとう、いにちゃん、いにちゃん風邪ひいてたの、季節の変わり目だしお大事にね。全国握手会連みたいだってみんな報告一緒だね。そうですね、あの、あ、なんで？ちょっと待ってね。マシさん、今日ありがとうございます。ゆみのちゃん、かわいい助行ありがとう、ありがとう。そして、ケンタさん、とは、いいんですか？
売日おめでとうだ。今日は、どうしても君が好きだ発売日で、研究生楽曲あの夏の防波堤もあれなので収録されているので、おめでたい日だからおめでたわーですね。わあ、ケンタさんありがとうございます。ちくしょしよう、今日髪型かわいい、これでしたんだけど難しいな。いきます。ありがとうございます、嬉しい。あ、白熊さん、熊ありがとうございます、ありがとう。もちもちさんありがとうございます、発売おめでとうタワーだって。あ、ありがとう、ケントさんありがとう。タイプ C、 研究生楽曲はタイプ C に収録されていますので、皆さんいっぱい聴いてください。あの夏のオハで聴いた神曲ね、いいですよね。で、私ネタ振りもめちゃめちゃ好きで、もうずっとリピしてます。めちゃめちゃ好きです、ネタ振り。ネタ振りは全タイプに収録されているので、タイプ C にも入ってますね。あ、そうだそうだ、ちょっと待ってて。そしてタイプ C に研究生楽曲が収録されているということで、タイプ C のね、あの CD をもいただいたんですよ、ちょっと前に。その初回限、あれ、通常版に生写真って入ってるんだっけ、どっちかわかんないけど、それね、開けたら愛ちゃんが出たんですよ。愛ちゃんが出たんだけど、愛ちゃんがね、岡部兄さん出たってメールで交換しようって言ってくれてね、愛ちゃんが岡部兄さんになりました。キャー、ありがとう愛ちゃん。愛ちゃんごめんね、自分の写真を交換させてしまって。久しぶりのリップグロスの時も岡部兄さんに交換してもらいました。エリコが出てたかな、私はユイリーさんが出たんですけど、あー嬉しい。でもね、ネタフリの MV のやつもちょっと欲しいなーと思ってて、あれめちゃめちゃ可愛いんですよね。交換してもらいました、大事にします。あいちゃんありがとう、ありがとう、嬉しい。トレードしてもらった。あ、ウリハヤトさんありがとうございました。ネタフリ、ネタフリです。ネタフリの MV めちゃめちゃ可愛かったです。ひらもんさん、お、なんだ、なんかタコが金色だ、ありがとうございます。あ、もうね、今日のね CD 渡し会あっという間に終わっちゃったんですよ。なんかね、ツイートとか見てたら来たんだけど売り切れで買えなくってみたいな方もいらっしゃって、数人ね、近く来てくださったのに、もうちょっと CD 用意してくださってもよかったのにと思ったり、もうね、始まる前に売り切れてしまったみたいなので、一瞬だった、緊張してうまく話せなかった。え、もうかも喋るの下手でごめんね、楽しかった、ありがとう、いっぱい来てくれて、北えりちゃんありがとう、嬉しいです。いっぱいね、皆さん買ってくださって、くるくる回ってきてくださって、いっぱい受け取ってくださってありがとうございます。本当にうちをもね見せてくださった方とかいて、あと生写真も見せてくださった方いた、嬉しい、ありがとう。
CD 始まる前に売り切れちゃったらさ、どうしようもないよね。なんか時間がすごく余ってしまったので、もうちょっとあってもよかった気がするんだけど。あ、まきちゃんありがとう。ねえねえさんありがとうございます。一部の先輩方もすごく早く終わった後言っていらっしゃって、そうなんか売り切れで買えなくてモカの声だけ聞こえたみたいな、ってなったんだけど、辛い辛い、モカも辛い。あ、え、なんだこれ、ヤタロウさん金色のクマちゃん、かわいい。なにこれ、今何ゴールドフェアみたいになってるのかな。ありがとうございます、黄色のクマちゃん。ネタロウさんありがとう、ありがとう。それくらい予想以上に売れたってことだからいいことだけどね。確かにそうですね、皆さん本当にありがとうございます。あのすごいね、天気もね今日良くなくて、雨めちゃくちゃ、結構久しぶりのザーザー降りで、そして平日の昼間、平日のおやつ時14時水曜日の、皆さんねなんとか都合をつけてきてくださった方、本当に本当に本当にありがとうございます。皆さんね忙しいと思うのにありがとう。予定をこじ開けてきてくださった方もいて、あ、選抜さんが予約到着、劇場にやっとですね。あ、マーチンさん優勝、ゴールドの優勝ありがとうございます。私は HMV の渋谷店さんですねにお邪魔させていただきました。渋谷楽しかったです。楽しかった、何もしてないんですけどさそくさと帰りました。あの移動してる途中にも、あの、あ、結構 CD 持ってるファンの方がいらっしゃったので、これは渋谷に滞在してはいけないなと思い、え、待って待って、マシさん、タワー、クマちゃんのタワー、なにこれ、ありがとう。いいんですか、マシさん、いいの、ありがとう、ありがとう。誕生日かな今日、ありがとうマシさん。クマちゃんいっぱい聞いてね、あの夏の防波堤、そしていつかの披露をお楽しみにしていてください。ありがとうマシさん、ちょっとこれで撮ろう。今日はルビーちゃんなのでありがとうございます、マシさんありがとう、嬉しい、ありがとう。あ、そうそうそう、渋谷、帰り渋谷にでね、お買い物しようかなって思ったんだけどね、今日はダメだなと思って、そそくさと帰りました。ちょっと109とか行こうかなって思ったんだけど、ちょっとダメかなって思って、雨だしね、なんか真志さん笑ってるんだけど、ありがとうございます。女の子もね、今日ね本当にたくさん女の子来てくれ、来て片言になっちゃった日本語、たくさんね女の子来てくれていっぱい、だからやっぱ女の子とかって109行くのかなって思って、だからお買い物してるかなって、邪魔しちゃダメかなって思って、ちょっとねお話し会の服とかあの見ようかなって思ったんだけどちょっとまた別の機会に行きます。
なんか濃いの塗ってみます。ただこい当選祈願してくれて嬉しかった。で、あのただこえあれですね、次は5月1日にあるので、もしご予定が合えば、あの5月、もしかしたらいっぱいあるかもしれないので皆さん、あのいっぱい来れる機会をお楽しみに。ちょっと待ってあの5月本当にたくさん会える機会があるの。あ、ケビンビンさん、金色のクマちゃん、キューピッドクマちゃん、ありがとうございます。ありがとうケビンビンさん。まつげがギャンギャン可愛いでしょ。これ今日ね、こっちのまつげがね、すごいいい感じに乗ったんですよ。マスカラが、下まつげはちょっとマスカラつけすぎちゃいました。予言かな。ちぎ、そんなことないよ、予言じゃない。あ、いつもが少ないからそれよりある気がするなと思っただけだよそう、まず1日に公演があるでしょ、で4日にフェスあるでしょ、で6、7がリアルお話し会あるでしょ、で14が個別のファンミあるんです。そして5月中にはあのポテトサラダのオンラインファンミもあって、で劇場がもろもろあったりするので、本当に、あと27、28はオンラインお話し会もあるので、本当にたくさん会える機会あるので、で本当に1年2年目の私も何卒よろしくお願いします。ありがとう。あ、ウリハヤトさん、ありがとうございます。5月、そう、祭りです、祭り、映えますよ。5月のイベントをコンプしたいな、ぜひ、あのコンプコンプリートしたら何かあるかもしれませんあ、コウキさん、コウキさん、あれ虹、ちょキューピットのゴールデンクマちゃん、ありがとうございます。今日ね、ありがとうございました。なんか皆さん大学とかだったのかな、なんかお仕事を抜けてきたとか、昼休みとかなんとかね都合つけてきてくださって本当にありがとう。だって急発表がさ、急だったじゃないですか。そう、ありがとうございます。お見送りの時もかちゃんって呼んだの気づいてくれたかな。あれ見ました、あれ座ってるとこ見ましたよ。私から見てね、真ん中の左の2列目じゃなかったかな、違うかな、ごめんなさい違ったら。私から見てだよ。あ、かっつんさん、ありがとうございます。会社サボれる、え、そんなもんなの会社って。会社に勤めたことがないからどれぐらいで抜けれるのかわからないんだけど、お仕事が奇跡的にお休みだった。奇跡だ、運命だ、運命だ、ありがとう。ちょっとコーラ飲みます。見ました、見ました、気づきました、いるって。17期さんのこと気づきました。もうちょっと早く情報が欲しかっただよね。なんか私も結構直近っていうのかな、日本語的にスケジュールが来て、え、これもうそろそろ発表しないともう発売日来るんじゃないのって思ったら、本当に2日前とかかなに発表されて、平日だからみんな来てくれるかなってめっちゃ心配だったんだけど、本当に嬉しかったし、あのめっちゃ近かったんですよ、めちゃめちゃ近かった。髪型かわいい、あ、ルビーです、ルビー
ルビーちゃんの真似しました。めっちゃ近かったんですよね。なんかでもね、ここにね、アクリルボード、アクリルなんか透明のさあったんですよ、シートが。そうだからちょっとね、みんなの声がね、あの聞こえづらかった時もあったんだよね。そうちょっと私も話すの下手だしさ、なんて言ってるんだろうってなった時、ちゃんとさ聞き取りたいからさ、めっちゃ耳も来てたかもしれないごめんなさい。ケビンビンさん、優勝、黄色の優勝ありがとうございます。そう、あれもし個別の時にあったらどうしようと思ってます。5月6日の5月6日の時にあのシートあったらちょっと声聞き取りづらいかもなって思ったかも。コカンヒロさんありがとうございます。レイミさんありがとうございます。カッツンさんありがとうございます。そう、ファンの方はマスクもしてるので実質なんか2枚越しみたいになってて、え、個別あるの？アクリル、どうしよう、みんな大声出す準備していてください。あの結構私の声は自称あの通るんですよ。結構あのすごい友達とかと喋っててもなんかモカだけ怒られるみたいに、それぐらい声が通ってしまうんですよね。だから私の声は任せてください。みんなあの発声練習してきてくださいねあのちゃんと本当に皆さんとお話ししたいんで、これは真面目な話ですよ。発声練習してきてください。5月6日朝の10時からかな。朝の何時からでしょうか。あ、カンナちゃんありがとう。コカンヒロさんありがとう。カラオケ行ってから行くね。あ、カラオケ朝からするの？ねえねえ、これさ本当これでさ、カラオケしたいんだけどさ、なんかね、繋がんないの。壊れちゃったのかな、これ。これで最近先輩方とかカラオケ配信してた方いますか？これさ、繋がんなくなったんだよね。なんか外れてるのかしら。生ホットちゃん緊張する？全然緊張することなんてないよ。でも分かるかも。僕もさ、やっぱさ好きな人をさ目の前にするとさ、好きな人ってあの岡部凛さんですよ、の目の前にするとさ何にも喋らなくなるもん。だからその気持ちは一緒かもしれない。確かに緊張するよね。あ、これ壊れちゃったのかな。これなんかさ、いっぱいなんかあるんだよね。でもなんかね、あ、ん？あ、ここに繋がってた、ここに繋がってた。うん、あ、待って。これはどこに繋げるんだ？一部寝坊の常習犯なので気をつけます。絶対だよ、絶対起きて。むしろもうオールでいいぐらいじゃない、一部だったら僕だったらオールしちゃうかも。今日カラオケ配信がしたい。でもイヤホンがない。
して、コンセントの引っ付け方もよくわからない。無理だ。無理です。無理でした。あ、お話し会廃班始まったみたいですね。はい、始まったみたいです。でも、もう5月6日と7日ないみたい。ね、対面本当に楽しかったんですけど、今日来れなかった方、もしよかったら27、28のオンラインも来てくれたら嬉しいんですけど、あの、ぜひリアルお話し会で待ってまして。なんかみんなね、僕がなんかさ、すぐ離れていっちゃうの。なんかそんなに剥がしとか多分きつくなかったと思うんだけど、なんか、あ、また回ってくるからバイバイってすぐ行っちゃうから、待ってってなったんだけど、モカだったらさ、絶対さ、もう剥がされるまでやーって言うんだけど、みんななんかすぐ行っちゃった。もう、しかもモカさ、あの、なかなか CD をさ、話すのとさ、渡すのさ、同時にできなくってさ、すごい遅くしちゃったかもしれない。なんかどっちかにしたらさ、無理だった。なんか同時にやることが難しかった、 CD とお話を同時にすることが。ギリギリまで粘るタイプで、もちろんわかんない、そんな覚えてない。でも確かに、なんかもう、なんかちょっと会話できたらすぐ行っちゃうかもしれない。5月6日パシフィコの一部にも行くよ。ありがとうございます。待ってます。来てくれる方いますか？みんなすぐ行っちゃうから、もっと逆に話したかったんだけど、話せたんじゃない？もっと。ってことで、カラオケができないです。これのさ、これをどこに刺すのかわからない。もちろん行きます。6日行きます。行きます。あ、ありがとうございます。フェスもパシフィコも行く。ありがとう、いっぱい待ってるね。フェスの感想とか聞かせてくれたら嬉しいな。フェスの練習まだしてないのだからね、どっち側にムカがいるかとか、それはちょっとまだよくわかんなくって、けどちょっと楽しそうなので、すごい一人とかね、すごい楽しそうなので、ね、皆さん本当に楽しみにしててください。あと特典会があるみたいです。あら、コウさんありがとうございます。タコちゃん、タコちゃん10個ありがとう。コウさんありがとう。あ、たくさん来てくれるマッチさん、ありがとうございます。あとちょっと時間が早いかな。あ、でもゴールデンウィークだから、そん平日ではないのか、休日の4時とかかな、だったかな。あと特典会が結構遅めの時間だった。皆さん特典会についてご存知ですか？私ちょっとまだ引用リツイートするの忘れてた。なんかね、いいな研究所の会員にその場でなってくださった方に、直接ね、なんかチキみたいなものをお渡しできるみたいです。だから今日 CD をお渡ししたんだけど、それのいいな研究所グッズ版みたいな感じかな。特典会はご新規様だけなのかな。そうね、それがさ、いやだよね、あれだよね、なんかもちょっと分かんなくって、せっかく皆さん結構
多分来てくださる方ってやっぱりもう入ってくださってる方がいっぱいいると思うんだけど、そう入ってる方がもらえないのはなんかあれだよね、せっかく入ってるのにね。もしかしたら一度やめればいいじゃない。そうね、ギュッセさんありがとうございます。29日のピアアリーナ、これって MM って読むの？コンサート間近ですね。ねえ気づいたらさ、今日26です、28、ねえもうすぐなんだけど、やばい楽しみ、めっちゃ楽しみです。29日のコンサート、そうだ29日のコンサートもあるんだ、4日の前に、あ、1日の前にだ。待って待って、たくさんだねライブが。え、ちょっとフェスの練習大丈夫かな、焦ってきた。待ってやばいやばい、29日のコンサートあって、1日に劇場あるでしょ、兄さん、あれ4日フェスなんだけど、あれあれ間に合うかしら。まだね何も決まってないことはないけど、ちょっとまだねコンサート準備があるみたいで、同時進行で始めていくかな。でもあ、トレンドさんありがとうございます。お、ウリファヤトさん、大空に羽ばたきありがとう、翼を授ける、今日は飲んでないです。まつげ綺麗な、ありがとう、めっちゃ嬉しい、まつげ、でも今日はまつげの調子がいいですね。ただマスカラ塗っただけです。私はもうすでに松葉というあのチート能力をしているので、私はもうこれはマスカラ塗っただけです。コンサート楽しみ。皆さん座席とかってもう来たんですか？お試しでモカさんのメール取ってる、面白い。面白い？え、ありがとうございます。そんな面白い要素ありますか？面白いかな。私的に結構真面目に書いてるんですけどね、面白い？明日じゃない発見。あ、ねえ、じゃあ皆さん、あの、絶対これ、約束ね。ホテちゃん郵便で座席教えてほしいです。ちょっと、みんな教えてください。これは、あの、皆さんのことを見つけるためにでもあるので、皆さんの席をちょっと私が把握したいので、教えてください。これ、来てくださる方は。あのホテちゃん郵便、ハッシュタグホテちゃん郵便でツイートしてくださったら、あのもしかしたらホテちゃんがホテちゃんの目線が届くかもしれないです。これあの頑張ります、皆さんのとこに。あ、みっちゃん可愛い、ありがとうございます。いい席だった、あ、そうね、いい席だったら皆さん教えてください。はい、いいことがあるかもしれないです、皆さんに。一回ならツイートします、お願いします。3回とかだったら言わないだろうな。わかりました。え、4回まであるんだよね。3、4、アリーナ2、3、4かな、座席って。いいこと、そういいことがあるかもしれない。あ、サインボールとかを、サインボールとか絶対投げられない。2階に。難しいな、私意外と、私結構あれなんだよね、ボール飛ばすの苦手なんですよ、遠くまで。皆さん楽しみにしててください。あとは私がどこで踊ってても見つけてね。
約束。頑張って練習したからいっぱい見てください。気持ちいい神手によくいるかもしれない。私っていつもなんかね、立ち位置が偏るんですよね。なんでだろう。でも全然あの下手も上手もめちゃめちゃ行くので楽しみにしててください。あら、ユミロンちゃんありがとう。エンジェルのクマちゃんありがとう。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。あ、そうそうそう、こないだの公演ありがとうございました。柱の会会員様限定公演と女性限定公演っていうのかな、ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しかった。ありがとう、来てくださった方。座席下手か上手選べないもんね、コンサート。女性限定どうだったか、でもなんかね、まあ私の中で、まあホテちゃんの中で私のファンの方ってなんかね、めちゃめちゃ可愛いことで有名なんですよ、私の中で。だから逆にめっちゃ可愛いなと思って見てた。もうアイドルグループ作れるんちゃうかくらいめっちゃ可愛いんですよ、みんな。本当に可愛い、本当にね、ありがとう。なんか髪型とかね、服装とか、なんか会いに来てくれるためにそうやって可愛くしてくれてるんだなって考えたら、なんか胸が苦しくて、胸が苦しい、胸がときめいちゃって、すごい嬉しいです、ありがとう。それは逆の方、逆でも言えるんですけどね、みんなに言えることです。女性限定公演にてファンになりました。ありがとうございます。どこだろうでしょうか。ちょっと嬉しくて日本語喋れなくなっちゃった。タムタムさん、タコを10個ありがとうございます。ありがとう、たこ焼きあげます。あ、モチさん、金色のタコ10個ありがとうございます。じゃあこっちのたこ焼きあげます。ありがとう。ちょっとなんか後ついたんだけど、むくんでる。女性限定公演楽しかったよね。楽しかったね、ありがとう。なんかね、めっちゃ緊張したんだよね。なんかめっちゃ緊張しました、かなり緊張しました。初めてのことってやっぱ何でも緊張しちゃうんだよね。あ、斉藤さんありがとうございます。これこれが刺さるんだよね。聞こえてますか声。あ、ユンサムさんありがとうございます。尊い10個ありがとうございます。聞こえてる？電源つけたのに。あ、この電源の意味がないじゃない、全然。難しいな、どこにつけるのかしら。しとこ電源。あ、サイヤさんありがとうございます。カラオケができない、カラオケ機でやればいいのかな。
どう思います？カラオケ皆さん。ゆみちさんありがとうございます。タコポーズ。配信って久しぶりだっけ？配信してないうちに何のイベントあったかな。公演だけかな。そんな配信してないよね。配信したっけ。明日もねしようかなって思うの。あ、明日？あれ？ちょ、ん？あ、明日もしようと思う。明後日もしようと思う。え、コンサート終わりってできるかな。みんなコンサート終わり配信してほしいよね。配信私もしたくて。しようと思ってるので。衣装もねとてもとても可愛い。疲れて寝たんじゃ。ちょっと頑張ってお早起きして次の日のコンサートも。あ、私は出ないんですけどファンとしてファンとして。でも12時までに家に帰れるか。帰れるよね。そりゃ帰れる帰れる。あ、そういえば今日HMV さん渋谷店さんにあのサイン書きました。1枚の色紙なんですけどに今日のね資料を私メンバー先輩含め私含め9人ね書いてあるサインを書いてきましたので皆さんよかったら見てください。ちょっとちっちゃめだけど。でも今日あのチームヘッドさんが多かったですね。先輩方私のぶシルクさんとカオルンバさんとで3部にと、ね、服部さん、宇多田さんと坂川さんいたから私はすごい囲まれてる気がする。チームメイトさんの先輩さんに。でも一部はあのまなみさん、長友あゆみさん、セナタンさんかなと一緒に、先輩方と一緒に私もサインね一枚の色紙に書いているのでよかったら皆さんどこにいつかもう飾られてるのかな。よかったら見に行ってください。渋谷私もいつか見に行こうかな。CD 売られてるのは5階かな。渋谷用事ないと行かないもんね。って言えばこの前用事で用事って言ったらあれなんだけどチェーンソー満点ね最終日に行ってきました。なんかマンピョンさんとずっと行きたくって、なんかね誘いたかったんですよ。でもなんかすごいやっぱ忙しいかなと思ってなんかずっと誘えずじまいにいたらなんか最終日になってしまって最初明日行けるかなと思ってたらツイッター見てたら23日はリミスタあのサイン書きのやつがあるって出てきたので、あ、いけないよなと思って一人で行ってきました寂しかった。一人で自撮りしましたよ。だからめっちゃ真顔だけどめっちゃ内心楽しんでます。あ、カッツンさん優勝ありがとうございます。ふてちゃん、おかぶりさんの生写真オフィシャル版も通常版も当たったんだけどいる？いいんですか？オフィシャル版って何ですか？また違うの？
劇場版なんか難しい、3種類あるの、初回限定版と通常版と劇場版、オフィシャル版、難しい。いいよ、え、そんな簡単にいいんですか、え、いいんですか、え、嬉しいんだけど。あ、マッチンさんありがとうございます。おてちゃん顔も可愛いけど声も可愛いね、やら優しい、ありがとうございます。本当にでも声なんか自分で後から見てみてなんか、いや、なんかうるさいなって思います自分の声なんかうるさいなって思うんだけど、そう言ってくれて嬉しいです。無限回収します、無限回収結構私結構女性アイドルさんとか昔好きだったんだけど、トレカとか集めてたんですよねそういう時とか結構無限回収、お気に入りの柄とかは無限回収とかしてました。する方いますか？なんかあんまりいないよね最近。昔って言ってもそんな昔じゃないんだけど、無限回収ってしてますか？なんかすごいめっちゃお気に入りの柄とかあったら無限回収しちゃうよね。みんなやってる？え、みんな何をさ無限回収するんですか？ランダムの生写真？なんか AKB48 の生写真ってランダムじゃないじゃないですか。だからさ何を無限回収するんだろうって思ってる。なんか個人のやつ選べるじゃん、あれいいよね。でも絶対さ欲しいの買えるから。めっちゃしてる、ありがとう、なんか嬉しい。それを見せてください、ぜひ私に。ありがとうね、めっちゃ嬉しい。 YouTube 配信見た、 YouTube 配信の配信、このショールーム配信する前に見てました。ネタフリ MV 可愛かったです。写真、あ、写真、何の写真だろう。アクリルスタンドや頑張って CD、 でも私ついてこないじゃないですか。何の、私って何のグッズにされてるの？次のライブコンサートのグッズって私いるんですか？生写真、現地でさなんか発売されるじゃないですか。タオルと生写真とあとなんかアクリルキーホルダーとか、あれ私いるのかな。なんかすごい、でも載ってた写真、愛ちゃんの写真載ってたじゃないですか、現地で発売するよっていう生写真。でも私多分あれ来たと思うのできっと私もいるはず。どんな美術家みたいです、皆さんちょっと買った方送ってくださいでもなんか友達も来てくれるって言ってて、生写真買うって聞いたら、え、もちろん買うよって言ったから友達に見せてもらおうかな。あ、ネタロウさん、くまちゃんありがとうございます、ありがとう、ネタロウさんありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ウリハヤトさん優勝ありがとうございます。うちはカタガタアクキーと生写真、わてちゃんあると思う。あの生写真結構前に撮ったかな。え、でもなんかすごいね、珍しくかっこいい系の衣装だったから、あれは何の衣装だ、なんかすごいクールな表情した気がする。あれ記憶違いかな、また違う衣装かな、わかんないけど、クールすぎる表情しすぎて笑った写真も撮ろうかって言われた
割とあのカットももらいたいなって言われましたぐらい、なんかクールな表情をしてました、あの写真。もし私の記憶違いじゃなければ、黒ウザ、あれウザの衣装ですか。あ、だったら私のその記憶上のもので違いないと思います。アクキンは笑ってる。あれ、アクキンのビジュアルって見れるんですか。え、何も知らないんだけど。なんかね、ハルコンの現地で発売される生写真がそのウザの衣装の生写真なのかな。あれって現地だけでしか売られないのかな、わかんないけど。まあでもネットとかって送料かかるから、もしコンサート来る方で欲しいと思ってくださってる方がいるのであれば、送料とかかかっちゃうからコンサートで買っといた方がお得かもね。送料という敵がいるので、オンラインには。あ、北愛理ちゃん、ありがとう、ありがとうございます。応援してる、ありがとう。素敵です。ジャンプショップとかだったら1万以上買ったら無料だったかな、だったっけ。あれ、そんなんなかったっけ。なんかあった気がするんですけど、その1万以上買ったら無料とか書かれたら、なんか700円くらいするじゃないですか、送料500円とか。だったらなんか1万円買った方が得かなって思って買っちゃうよね、そんなこと書かれたら。波動の時はそうだった、波動5500円じゃなかった、3500円だったかな。ジャンプショップ、私はよくジャンプショップでオンラインで買うんだけど、冬のジャンプ、冬だよね、あれジャンプしたいつもなんかやってるの。冬ぐらいじゃない、年末とかにグッズ売られるじゃないですか、その時に買うんだけど、オンラインではいいのがあればね。最近なかなかね、チェーンソーマンのグッズ少ないんですよ。2021年か22年の時はめっちゃあったんですよ、チェーンソーマンのグッズ。その時はめっちゃ買ってました。送料無料って言われたら買っちゃうよね、わかる。送料無料なんて書かれたらほぼタダじゃないですか。絶対そんなことない。あ、ゆみちちゃん、ありがとうございます。ちゃんで合ってるのかな、ゆみちさん、ありがとうございます。チェンソーマン子さんでも今考えたらそうなるのかな、わかんないけど、その時が経っているのでそうなるのかもしれないね。ずっと好きだよです、でもチェンソーマンは。今度から好きな言葉は送料無料にしよう。なんかすごい私がケチな人みたいじゃないですか。よしむひみさん、ありがとうございます。送料無料ってケチな人みたいじゃないですか。これ外したらどうなるかな。あ、普通だこれ。でもなんかこれだけだったらさ、ずっとなんか変だよね。あれ片方くくり忘れてないって人になっちゃうんだよね、なんか私。だからカービィをつけてチェーンソーマンに変身させようかな。チェーンソーマンじゃないけどマキマさんだけど、じゃあマキマさんつけておきますね。チェーンソーマンのマキマさんです、これ。
あれ撮りたいんですよね。推しの子の TikTok すごい最近流れてるくるんですよ。YOASOBI さんのアイドルとサイリウムは B、 あれ合ってるかな、あれ踊りたいです。サインは、あ、サインは B かな、あれ違う、これはずっと家で使ってるやつです。今日ねカラオケのアイドル歌ったんだけど難しくすぎて無理だった、寂しく歌えなかったです。推しの子面白い、推しの子面白いですよ。私ちゃんとあのあれですよ、一巻の初日から本屋さんに行って買いに行ってるくらい好きですから、と好きです。あ、斉藤さんありがとうございます。あと今日あれ歌った、ポケモンゲットだぜ、水の中、森の中森の中、なか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 一人でユミロンちゃん、天使のキューピッドの黄色のキューピッドのクマちゃんありがとう。ユミロンちゃんありがとう、ありがとう。ユミロンちゃんありがとう。あ、ヨン様さん、クマちゃんありがとうございます。ヨン様さん、この前の公演ありがとうございました、めっちゃ近かったですありがとうポケモンゲットすべ、イエ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 イ何、今日ねすごいね、いつも歌わない曲ばっかり歌ったなんか歌わない曲歌おう作戦だったんだけど、あ、なんかすごい人の私履歴とか見てそれで入れるの好きなんですよあれ入れた、全然前世、普通に思いついたの、何だったっけ、赤の同盟とか知ってますか皆さん。ポケモン全種類言えません、昔は言えたんだけどね、キバ、あのポカブとかミジュマルとツタージャが御三家だった頃、ゆうちゃんありがとうございます。あのすごいポケモンのぬいぐるみたくさん持ってました。お気に入りなのだったのがビクティニのぬいぐるみ、ビクティニ好きでした、ティニティニかわいい。カラオケで踊っちゃわないです。今日はねハニワをたくさん歌いました、ハニワークスさんの曲。いみちさんありがとうございます。ポケモン800種超えた頃から覚えられない、え、ポケモンって今800種類いるの、そんな知らないんだけど、私350くらいしか覚えてなかったですけど、それも忘れちゃいました。あ、そうなんだ、ポケモンって今800種類もいるんですか、やばいね。でもね、あれやってました、ソードシールドやってたから、そこら辺のポケモンももうわりかし知ってますよ。って言ったら私あのメッソン好きですよ、メッソン、最近のポケモンだとメッソン推しです。そして私は最近ポケモンユナイトをめちゃくちゃしています。ポケモンユナイトめちゃしてます。あ、タダちゃんさんありがとうございます。ポケモンユナイト、でも私の推しポケモンがいないんですよ。今まで一番ハマってたゲームって何、なんだろう、でもなんかすごいプレイ時間がスイッチでプレイ時間が一番多かったのはスプラトゥーン2ですね。
すごい何千時間みたいな感じでしたけど、もうスイッチは実家に置いてきました。やる時間もないし、なんかやる場所もないから置いてきました。せっかくさポケモン新しく買ったんだけど、あの御三家選んで終わりました。もったいない。バイオレット買ったのに、せっかく。え、ポケモン今1800種類だよ今。え、多すぎないですか？ 3 匹いるの？やばい。なんかすごいギャルみたいな言葉遣いになったんだけど。あ、ケビンビンさん、キューピッドの金色のクマちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。エリちゃんはゲームしないのかな。そうね、エリコとこの間ポケモンユナイトしてたんだけど、もうエリコ多分普段ゲームやらなさすぎてちょっとダメそうでした。エリコ、ふたちゃんポケモンならイーブに似てる。え、嬉しい、めっちゃ嬉しいです。イーブも好きだからね。今日ミスドとホタルイカ食べた。え、同じじゃない、同じだけど、あの私は今日帰ってからホタルイカを食べます。エリコ寝てたらいいな。寝ててほしいです。ちょっとまたグロテスクなものを見せてしまう羽目になってしまうので。ポケモン1800種類で、1800種類目がミライドン。ミライドンって知ってますよ。すごい未来的な人、竜みたいなやつですよね。違う？違う？ミスドのパイ食べたすぎる。ね、ミスドのパイってめっちゃ美味しいね。ちょっとしばらく控えようと、フェスまで控えようかしら。でもね、ミズミンとミスタードーナツの食べ放題行こうねって約束しました。間違えた。さっきから1008を1800の読むほてちゃん、無意識でした。私の脳内では1008と変換されてたんだけど、口からは1800って出ちゃってたかも。イニコホタルイカ食べれないの？食わず嫌いですよきっと。食わず嫌い、発狂してた。そんなもん食べるのみたいな。確かにね、びっくりするよね、いきなりあの隣でさホタルイカめちゃちょっとさ集合でいられたらちょっと気持ち悪いじゃない、やっぱり見た目がね。なんかびっくりするよね。食べ放題元取れる。どうかな、ミスドの食べ放題。私ミスドの食べ放題というものに行ったことがなくって、めっちゃ行きたい。取れる気がする。なんかすごいさ、ミスタードーナツって一生食べれる気がするんだよね。気のせいかな。1800円、ドリンクもついて1800円だから、ドーナツをパイが200円くらいだから、パイ8個食べてドリンク2杯くらい飲んだら元取れるよきっと。そんな食べれるかな。みんなミスタードーナツっていつもさどれぐらい食べる。あじにゃんさん、ありがとうございます。おてちゃん、シャコは食べれる。食べれるよ、シャコってお魚。ちゃんが喜んで食べてたら引くかも。なんで？私何でも食べるよ、パクチー以外。虫も食べれるよ、あの動いてなかったら。しのりさん、ありがとうございます。ナマコ食べたいの最近。パクチーダメなの。ナマコ、ナマコってさあんまりさ生きてて食べないじゃないですか。でね、私結構たまに YouTube とかで ASMR 知ってる？ ASMR
咀嚼音とか見るんだけどね、ナマコが流れてきたので、なんか音がすごいよくって、なんか美味しそうに食べるし、めっちゃ食べたいんです。でもね、食べたことあるんですよ、ナマコ。でもこんなんだったの、なんか食べたの。でもね、その YouTube さん、これこんなんの食べてて、食べたいの。コリコリはコリコリですよ、そのまんまです。あら、北入りちゃん、キューピッドのクマちゃん、ありがとう。金色の北入りちゃん、ありがとう、ありがとう。フェスもお話し会も楽しみましょう、ありがとう。ナマコ硬いよね。ね、確かに硬いかもしれない。白子、白子めっちゃ好きだよ、大好き。白子天ぷら、白子の天ぷらってあるよね、めっちゃ好きです、美味しい。本当に私、見た目で食わず嫌いはあんまりしないので、何でも食べちゃいます、基本。ウニハヤトさん、ありがとうございます。ホヤ食べたこといる？食べたこといる？ホヤってなんだろう、何？なんか聞いたことある気がする、見ないとちょっとわかんないんだけど、後で調べてみようかしら。あ、リリーシャンさん、ハートありがとうございます。私からありがとうございました。二十歳になったら日本酒飲みそう。お酒ね、なんか私甘いの好きなんだよね、こういうコーラとかレッドブルとか甘いの好きなんですよ。お酒って甘い？なんかさ、お酒って甘いの、甘かったら好きかもしれないけど、私甘くないと飲めないです。カワハギ？カワハギ好きですよ。カワハギってなんか釣り堀でない？なんか今日もかわちかった、いやーありがとうございます。カルアーミルク、カルアーミルクってなんだ、カシスオレンジでよく聞きますね、カシスオレンジでってよくドラマで見るやつ。ケビンビンさん、ありがとうございます。かわいいやつ飲みたいな、なんかすごいかわいいやつ、パステルカラーのもの飲みたいな。でもお酒って太るでしょ、すごい、なんかめっちゃ太るし、なんか脂肪がすごい吸収されやすくなるんだって、だからあんまり飲まない方がいいよって自分に言ってます。ケビビーさん、ありがとうございます。コウキさん、コムちゃん、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。デンジ君見せてくれてありがとう。その服、お渡し会の時に着てた服ね。そうだよ、半袖なんだよね。でも半袖でもみんな触れられなくてよかった。半袖ちょっと早いかなと思ったんだけど、上着着てるからまあいいかと思ってさ、さっきお外歩いてたんだけど普通に寒かった。かわいい？これね、実は普通の水玉じゃなくてハートになってるんです。かわいいでしょ。なんか今日着ようと思ってた服がさ、ちょっとダメになっちゃって、だから6日のお話し会の時に来ますね、それは。楽しみにしてて。それは6日のお話し会の時に行きようと思って、とりあえず明日か明後日ぐらいに
お裁縫セットを買って帰ります。ボタンが取れちゃいました。そうだから着れなくなっちゃって、でも雨やんだでしょ。雨なんかマネージャーさんと話してたんだけど、5時ぐらいに止むって聞いたんだけど、もう10時前だし。またなんかね、サロペットみたいになってて、そのねサロペットのつける部分のねボタンが取れちゃったから、サロペットの機能を果たしてくれなくって、着れなくなっちゃったから、6日に着るね。楽しみにしててください。ふわふり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 な感じです。でもね、すごいかっこいい系の服もいつか着たいなと思ってて、すごい私ずっと買ってさ履いてないブーツあるの、ドクターマーチンの。めっちゃ可愛いんだけどね、なかなか似合う服持ってなくって、ずっと放置されたままの靴がかわいそうにいるから、早く履いてあげなきゃと思うんだけど服がなくて、だからその服を買います。私、あ、ゲビンビンさんありがとうございます。電車の中に傘忘れてきてしまった、あるあるだ。雨止んじゃったらさ、傘さ持っていくのさ忘れちゃうよね。しかもさ雨降ってないから傘をさ忘れたことすらさえさ気づかないからさ、なんかさ、でもうちには壊れた傘が2本あるんですよね。それも2本ともエリコのエリコか傘壊しがち。なんかさなんかすごい結構台風の日に刺してて、日本台風にやられてた。かなり骨からいってますね、傘のゴキって。これどうしたんだろうと思って聞いたら、台風の日に刺してたら壊れたって言ってた。かっつんさんありがとうございます。なんかみずみもなんか傘壊れたかなくしたかどっちかで今日買っていかなきゃみたいな話してたわ、気もしますね。うちの人たちは傘壊しがち、もしかして傘壊しがちですか。てっちゃん生写真3種送るから楽しみにしてて、また送ったら何かで報告するの。ありがとうございます。3種類も送ってくれるの、優しい、ありがとう。でもかも受け取ったらショールームで自慢報告しますね。台風の日ってでもそんななかなかないよね。最近あったっけ、あったよ、あったっけ最近台風。みんな破壊し、みんな破壊しんだよ。高い傘買ったら大事に使うようになったよ。ああなるほどね。あでも高い傘ってさ、そもそもが壊れにくいみたいなとこある。昔ね、私小学生の頃にメゾピアノの傘を使ってたの。メゾピアノって知ってますか皆さん。ちょっとね高いんですよ、メゾピアノって。結構普通のビニール傘の3、4倍？5倍とかするんだけど、その傘ね、台風どんだけ台風が来ても壊れないの。だからやっぱいい傘は違うんだなと思って。でもね、めちゃめちゃフリフリのピンクでフリフリすぎたから、もう中学生、小学生でその傘を卒業しました。メゾピアノ知らないんですか。ブランドかな、女子系のブランドですねきっと。もうその傘とはさよならバイバイしちゃったんだけど、その傘はねちょっと高かっただけあって、壊れ、どんだけ台風の日にさしても壊れなかった。
おばあちゃんに買ってもらったかな、忘れちゃったけど、結構メゾピアノで、文房具とかメゾピアノで揃えてました。メゾピアノ懐かしいな。どこで買ってたかな、値段ちょっと分かんないです。メゾピアノ傘で調べてくれたら、もし価格変わってなかったらあるかもしれない。メゾピアノかとか、ポンポネット、私ポンポネットご存知ないですごめんなさい、ポンポネットがわからない。私はよくあれですね、ラブトキとかレピピとかピンクラテとか、そっち系の着てましたね。レピピ着てました。レピピ調べたら5000くらいした。5000もするの、数に高ー。それは壊れないです。5000でさ、壊れてしまったら困るよね。でもそれぐらい高い傘を買うと長持ちするよっていう、壊れないです。日傘は別に分回さない限り多分壊れないよ、日傘なんて。だって火だからね日傘もっと高くない？日傘？いや私安い日傘しか持ってないの。でもね、サンバリー100っていうすごいお高いブランドの日傘が欲しいんだけど、高くて買えない。今年こそはと思ってるんだけど、なかなか高いよね、サンバリー100。なんかね、紫外線 100% カットなんだって。 100% だよ、すごくない？ 100% カットなんてなかなかないよ。私暑がりだから、焼けるとかもそうなんだけど、日が ささないと直射日光暑すぎてダメなんだよね。そんなにお高いんですか？そんなにお高いですよ皆さん。めちゃお高いですよ、サンバリー100。選べてみてください。服2、3着買えますよ。今年はちょっと買おうかなって思うんだけど、なんかね、そのサンバリー100っていう日がさ、めちゃ人気なの。高いけどめちゃ人気なの。だからもうそろそろ買わないと、私が貯金貯まった頃には売り切れてるんだよね毎年。だからどうしよう。皆さんあれですよ、日傘結構偉大ですよ今ね。結構男性の方でも日傘差してる方多いので、皆さん暑がりの方とか一回日傘さしてみてください。変わります、結構涼しくなりますよ、体感温度がね。直射日光じゃなくなるから。そう、涼しくなります、涼しくなります。まあ夏のさ、暑さ今忘れてるからちょっと怖いな。でも今欲しいバッグもあるの。ダメだ本当に、何も買えない。服でも一番に服が欲しいのね。本当にダメ、今は本当にお金が使えない時期なので。すごい可愛いですよね、ジルスチュアートのバッグハートのバッグ、多分ジルスチュアートバッグで調べてみてたらハートのバッグが出てくると思うんだけど、めっちゃ可愛いのそれが。可愛い、でもちょっと高い。もし私が買ったら皆さんお揃いにしましょう。でもね、ネットでね売り切れてたの、ハートのシルバーが欲しくて。私売り切れてたの。でも店舗にあるのかな、ちょっと見に行ってみようかしら。店舗見に行ったらさ、買っちゃうよねきっと。ダメだ、ダメダメ。3桁、いや1万5000くらいだったけど高いじゃん。
新宿で売ってるの見た気がする。え、もうあれ売ってるんだね。そう、ハートのバッグ、シルバー以外はピンクとブラックあるかな。でもシルバーが欲しいの。シルバーかブラックかな。ゆいゆいさんがジルステアートのモデルやってました。でそれさ、声出ましたね。なんか多分あれレッスン前に見たのかな、なんかの。で声出て、え、可愛すぎると思ってまゆにすぐ見せたね。まゆはゆいゆいさん好きだから、でまゆ見てって言って、え、何それ、送って送ってって言われたから、これどうやって送るんだろうなと思ってやったら、ゆきたんがこれはこうやってこうやったらエアドラで送れるんだよっていうことを教えてくれて、あの操作してくれて、まゆに送ってくれました。ゆきたん何でも知ってるんだから、さすがゆきたんですよ。まゆなんかそのゆいさんジルスチャートのメイク、何コスメのモデルかな、このコスメ全部買おうかなって言ってた。AKB48 あの夏の防波堤で歌詞パート教えてほしいね。あ、でも全然いいんですけど、なんかみんな誰も言ってないからあのいつかの披露の時のお楽しみにしていてください。それが披露されたら言おうかしら。なんだったっけ、ちゃん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 歩いた、あれ素の足跡も残せずに、あれ飛んでしまった、わからんかなって思った。自分のパートじゃないっていうことがバレた。クラスメイトの一人なんだとわかってるけど微笑みさえ切ない、あの夏の防波堤よしよさいが聞こえる思いはいつも波のよう、やばい踊っちゃいそうになるおい抑えてじゃあ皆さん私のパート当ててみてください。でもなんかさ、よく聞いたら、あ、ホテちゃんの声聞こえんこともないってなるかも。あの夏のヘイウォーハーティーヘイイもしおさえが聞こえる思いはいつも波のようにずっと打ち寄せる君のことヘイ好きすぎてヘイ僕はもう溺れそうで心の中に壁作って自制心の向こうに愛を感じてた。ちゃ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 、あかん、そうか、あの夏のパーティー、ヘイはあれみんなの、ヘイ多分みんなですよ。今まで初披露しちゃったよ。初披露これ初披露ですか。あのもうね、なんかね、結構音楽アプリとかで配信されてるのでいっぱい聞いてくださいね。 CD でもね収録されてるからいっぱい聞いてくださいって覚えてね。今後披露する機会いっぱいあると思うので、きっとあると思うので、もう CD 出てるからいいでしょう。今日からなんだよ、嬉しい嬉しい。あって気づいたら22時になっていたiPhone に入れて聞いてます、ありがとうございます。私も Apple Music でめっちゃ聞いてます。ネタフリと
ネタフリと、ね、あのボハテめちゃリピートしてる。でもネタフリの曲、ネタフリがなんかすごい好きすぎて止まらんのです。エリコもねハマってるみたいで、ネタフリ2番聞いたって言われて、聞いた聞いた、めっちゃいいよねって話してた昨日の夜。彼女がいるらしいでネタフリするのはもうやめよう。ちょっと違うかもしれないので、ね、知らない。ネタフリ MV21 時に公開みたいですね。あれ1時間前だ。でも私はもう配信で見てますから、でもこの後ねたくさんじっくり見たいと思います。そして私はこの後ちょっとリハーサル、あ、ちょ春コンサートのちょっと一回投資してから帰りたいなとも思っているので、そろそろ配信を終わろうかなと思ってるんですけど、また配信明日しようかなと思ってるんだけど、どう思いますか？あら、斉藤さん、ハートいっぱいありがとうございます。ありがとうございます。そうね、そろそろ終わって、また明日いっぱいお話ししましょう。ありがとう。あ、待って、メール送るの忘れたんだけど、メールって10時までなの忘れた。じゃあ明日の朝送るから待っててね。でも今日いつ送った？もっと送りたかった。ごめんなさい。明日、でも明日は早起きなので9時ぐらいに送ると思うので、皆さんお楽しみに。木曜日、明日8時から9時ぐらい、8時くらいからするかもしれないです。8時半か9時ぐらいから配信すると思うので待っててください。そしてメールもね、おはようメール送るので待っててください。そして私は今日ポケモンユナイトをいっぱいしてから寝ます。ありがとう。ホテちゃんプラメ楽しい。本当ありがとうございます。せっかくこの髪型したので、スクショタイム。この髪型、あのね、オンラインの幼児コスプレする日があるんですけど、その日もやろうと思ってるのでお楽しみに。幼児っぽくないですかこの髪型。ちょっとリップ塗っちゃおう。夜配信ですよ。8時半とか9時は夜のことです。20時です。20時半。朝はちょっとリハーサルがあるので難しいんですよ。スクショタイムですよ。いきなり始めたけど、なんかあとポーズありますかね。ください、何でもします。真顔。マカロン。いいじゃん、 CD をお渡しします。いいじゃないですか。
でもね、なんかねパネルがここにあってさ、すごい下の方からじゃないと渡せなかくてさ、なんかおーってなりました。すごい渡すのが難しかったです。どうぞ。あの夏の防波堤たくさん聞いてください。もらって、あとはナマコポーズ、なんじゃそれ。あとはあとはあと2個くらい。あ、ネタフリーじゃない。寝たふりです。寝てないよ、寝てないよ。あとは最後の一個、クマさんポーズ。あの夏の防波堤ポーズなんてあるのかな。クマ、クマ、猫ちゃんも、じゃあ犬も、ガオー、ありがとう。そしてじゃあ行きます。ライブランキングを読ませていただきます。あ、うさぎさんもね。あ、やばいやばい、いきます。13位、かっつんさん、ありがとうございます。ありがとう。12位、きたえりちゃん、ありがとうございます。ありがとう。11位、斉藤さん、ありがとうございます。ありがとう。10位、ヨンサムさん、ありがとうございます。ありがとう。9位、ウリハヤトさん、ありがとうございます。8位、ネタロウさん、ありがとうございます。7位、ケビンビンさん、ありがとうございます。6位、マーチンさん、ありがとうございます。5位、ユミロンちゃん、ありがとうございます。ありがとう。4位、コウさん、ありがとうございます。ハートでした。3位、コウキくん、ありがとうございます。ちょん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 、これでした。2位、ケンタさん、ありがとうございます。ありがとうでございます。ありがとう、いっぱい聞いてね、ありがとう。ありがとう、48の方です。そして1位はマンシさん、ありがとうございます。ありがとうでございます。ありがくまたわでございます。ありがとうございます。ありがとう、パタパタパタ、ありがとうございます。長い、ちょっと1時間半も今日長かったよね。みんないっぱい見てくれて、コメントしてくれてありがとうね。そして今日会いに来てくださった方、本当にありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。今日ね、すごいね、実際にリアルでお話したのって初めてかな、私のファンの方が、初めてぐらいに初めてだったね。すごい楽しかったんですよ。だから次のね、リアルお話し会がすごい楽しみになりました。はい、ありがとうございました。配信、明日も配信するので、そこでまたお話ししましょう。ありがとう、遅くまで いっぱい休んでね。みんなおやすみなさい。今日も一日お疲れ様。明日も一緒に頑張ろうね。